当時工事中に度重なる決壊事故が起こったために村の人々は川名主の怒りに触れてしまったと言い、おいしという19歳の女性を他の村から結婚相手が決まったと騙して1000軍で買ったそうです。本当にあるのかな、安全な山道じゃない。ちょっと一回ナビ見てみますか。そして仏壇が入った石の棺の中に嫌がるおいしを無理やり入れ、メイドの土産に赤牛一頭と一緒に生き埋めにしたということです。行ってみますか。行ってみますか。はい、その後しばらく決壊することはなかったそうですが、ため池を企画した川田氏の一族は滅び、生前の大石と関係のあった子供たちは大人になるまでに死に絶えたという。それを村人たちはこう言って恐れたそうです。大石のたたり。いらっしゃいまして、で、大石さん、はいはい、いらっしゃいます。あ、大石さんいらっしゃいますか。そのお墓のところにいらっしゃいまして、自分の本当のこと、うん、種っていう名前だそうです。石じゃないと、種という名前だと。なので、種という名前で俺ちょっと供養させていただきたいと思います。はい。時間ちょっと大丈夫ですか。取って。あ、大丈夫です。だからここに。我々と一緒に来れたっていうのもやっぱりお種さんに導かれたっていうことじゃないですか。かもしれないですね。とかにゃーりたしんよかじいざいぼんさりょんちいかにゃーはらりたじいしょうけんこうんかいくうどういっさいくうやみしゃありいしゅういしきふういくうくうふういしきしきそぐぜいくうくうそぐぜいしきそうぎょうしきやぐぶにょうぜいしゃありいしぜいしょうほうくうそうふうしょうふうめつふうくうふうじょうふうぞうふうげんちゅうこうくうちゅう無意識無重創業式無限に微税心に無意識証拠未速攻無限界般若心経。こういうふうに見ると観音様もいらっしゃるし、押さえつけてんですね。これは供養というよりも、うん、封印というか、まあ、感謝もされてんですけど、それよりも恐れの方が強くて、はい、こんな立派な相当お金もかかってますので、はい、こういったことされたっていうのはそういうことですね。後ろの方にしかもお墓があるということは、うん、なんかそれだけ前に前面に出ないように観音様で封印してあるということで、ね、うん、俺のようなやっぱ拝み屋が声を聞かないと本当の名前もわからないし、まあ、関係者は全員寝出しになるのはこれはもう、まあ、想像に難くないなと思います。なんでわざわざ後ろに立てたんだろうねっていう、すごい不思議な作りっていうかね、配置になってるよね。本当封印的な意味なのかもしれないよね。うーん、安倍さんがいて、うーん、ため池と呼ばれる千貫石ダムにやってまいりました。はい、まあ、お石さんが沈められたダムがこちらと言われております。うん、はい、でここのダムでは男性ばかりが自殺されるらしいんですよ。それが何でかっていうと、そのお医者さんが恨むのが男性だからと言われてるみたいな。なるほど。まあ、それも踏まえて一回全体を見て、そうですね、でまた感じるとこでおっしゃっていただいて、はい、でそこで結構大きいんだね。あ、そうですね、結構大きいですね。ここで、まあ、その気になるところで検証していきたいなと思います。わかりました。はい、ここは多分声拾えると思いますよ。ここですか。うん、さっきの何でしたっけ、スピリットボックスでした。うんうん、ああ、はい。もしかしたら声拾えると思います。あ、じゃあ普通のカメラかもしれないし。はい。じゃあ検証で、ぜひ、はい、また使ってみたいと思います。さっき我々が言ったダムとはまた違った形の。そうですね。こっちの場合はもうもろその昔のお話が事実かは分かんないですけど。うん、言い伝えられてることがありますからね。そうですよね。マーシーさんもここがメインディッシュってね。そうですね。はい。あと、また元々の場所だからね、亡くなったって。そうですね。うん、それが、ちょっと大きいですね。そうですよね。あ、それ違うか。いや、その通りですね。記念碑であり、うん、おそらく調べた感じだと、はい、お石さんの話が、こっちにも書いてあると。あ、そうなんだ。はい。
あ、ここに鳥居があるじゃないですか。はい、神社になってるんです、ね、神社。やっぱり何かを鎮めるためなのかは分からないですよ、うん、可能性ありますよね。はい、マジさん、ここは行きますか。どうします。行きます。行きますか。はい、行きましょう。行きます。緊張して完全にこっち向いてるからやっぱりそうでしょうね。そうですね、鎮めるためのお社でしょうね。で、名前もやっぱり千貫石神社ですね。何か今感じるものってありますか。なんとなく神社で非常に怖いです。僕あの夜よく神社行くじゃないですか、チャンネルで。ここ怖いですね。珍しいですね。非常に怖いです。あ、はい、なんか霊的な嫌な感じとかっていうの今ありますか。そういう感じですね。もしあれ、ま、音声が入るようなものだと、はい、詳細に入ると思います。わかりました、はい、じゃあ中に行ってみましょうか。はい、失礼します。神社なんですか。神社というか神社ですね。鳥居がある場所だと思います。ここ入ってみたらあるじゃないですか。まああのじゃない、はい、ちょっと不思議な感じですね、はい、あまり見ないような、うん、あれは何がお祭りというか、これ何なんでしょうか、ね、まあ、あの掘ったりですね。しかも水神様ですね。ってことはやっぱり水のたたりって言われてたので、うん、ね、それで沈めるためなんですかね。こっちも名前書いてますか、ね、千貫石神社。プレッシャーをすごい感じるので、はい、検証はもうもしあれでしたら、ちょっと始められてもいいくらいに。検証はここですか。いや、ダムの方です。ダムの方です。そちらに行きますか。そうですね。あ、神社の前で。熱さ、そうですね。熱さすごい感じますよ、すぐにここで。あ、ここで。ここですか。もしあれだと、写真撮ってもらっても大丈夫ですかね。わかりました。するんじゃないかなと。写真自体は何か嫌な感じとかありますか。これ今回のにはないです、うん、でもそういう圧は感じます。わかりました、うん、そしたら原田さん、はい、すみません、チェキお願いしてもいいですか。一緒撮ってほしいときに言ってください。そうですね、うん、安倍さんが気になる箇所を、はいはいはい、ご指摘いただければそこを撮るっていうような、はい、多分割とマーシーさんに作ろうで。あ、そうですか。マーシーさん撮ってみようか。あ、そうマーシーさんもね。じゃあ下の方に、はいはい、これ何なの、灌漑用のため池なのかな。田畑を作るためにため池を作って、うん、ってやってたみたいなんですが、うん、まあ地図上だと、はい、このダムの向こう側にちょうど 村っていうか町があるんですよ。はあ。工事中に度重なる決壊事故が起こったために赤牛一頭と一緒に生き埋めにしたということです。まあ昔の話が、うん、そう合わさってるような感じがしますよね。ため池があって村があった、村があってね、はい、まあ変な話、飛び降りる場所っていうのは、うん、ちょっとこっちじゃそうですね、想像つかないよね、この辺りはね、はい、ここただの斜めですか、うん、逆側見てみますか。あっちもそうなんだ。こっちも行け。土手みたいになってます。土手ですね。でなるともしかしたら、うん、ダムでの飛び降りっていうよりは入水自殺とか、うん、なるほどね。まあやっぱりお医者さんがその沈められたっていうものに対して、うんうん、そうなりしたくなるというか、うん、地域では不可解な死や怪死がたびたびあり、近くの温泉宿でも歴史があったからか、深夜一人で露天風呂には行かないでくださいとの張り紙があったり、宴会
壊中の突然死も。ダムでは毎年のように自殺があり、女の人の悲鳴、つぶやく声、笑い声など異音が多い場所です。ちなみにですが、小石観音像の首に縄をかけ28歳の男が自殺したこともありました。ここは何なんだろう。ここは生活道路ですか。向こう何があるの。この直線上にちょうどさっきの小石観音っていうのが。あ、小石観音につながってるんだ。つながってるはずですね。飛び降りるところがないと、うん、いう雰囲気があります。一回チェキ取って寝た方がいいですか。いろいろやった方がいい。やってみますか。ここまではいなくて、はい、向こうはやっぱりあります、はい、じゃ向こう向きで。ここ、はい。じゃあマーシーさんにちょっと光当ててもらえませんか、香織さん。もうちょっと下の方がいいですね。じゃあいきます。はい。まあ、おいさんと言われている女性が亡くなった場所っていうのはこの先にあるわけではないんですか。そうですね。ああ、中なんだ。中、その現地の方が言うにはなんですけど、うん、子供を連れたお母さん、うん、まあ子連れでここに来たらしいんですよ。はい。そしたら子供が、あの池の真ん中に誰かいるって、まさしく、はい、はい、言ってたので、今おっしゃっていただいて、あ、そうなのかなっていう。だとするとやっぱり、こっち側じゃなくて、やっぱあっち側。あっち側。はい。まあ、当然こう、手すり側に行けば、はい、何か、まあ、女性だったらお医者さんで、男性だったら、まあその、引っ張られた方かなという気はします。じゃあそっち側でちょっと検証してみましょうか。はい。原田さんは何か感じたりとかはしないですか。例えば気持ち悪い、こうなんか気持ち悪いなって思うことっていうのは多分気のせいだったりする場合があるじゃないですか。ああ、確かに。うん。しかも、ね、人がいなかったり夜だったりすると、うん、もうその条件が揃っただけで気持ち悪いって。確かに。だからそれは僕だけが感じてることじゃないから、うん、霊的な気配とかっていうので気持ち悪いっていうんではなくっていう感じ、ね、と思うんですよね。先入観とか。え、お化けの声入るかもしれないです。声が入るかもしれないって安倍さん言ってましたね。言ってました。インカムで、うん、やっぱりですか、うん、今多いって聞こえたんで止まってたんですよ。本当に、はい、え、多いって 2,3 回聞こえて。本当、じゃあこの辺にしましょうか。ああ、そうですね。聞こえんだ、やっぱり。こっちからですか。はい、こっちです。すごいドンピシャ。どっちかなと思って、こう両方キョロキョロしてたんですけど。へえ。多分こっちだと思う。じゃあこれにちょっととどまって検証しましょうか。はい。それは男の声なの？女の声なの？男だ。男。マーシーさん、原田さんにマーシーさんと香織さん撮ってもらってください。チェキで。今周りにいます。マーシーさんたちの周りにいます。やっぱ引き継いんだな。この辺にいるって。今チェキで撮っていただいても。俺マーシーさん撮ろう。はい、はい。だから聞こえたのかな。ね、そうかもしれない。後で安倍さんに確認してもらいます。そうですね。私たちではちょっとわからないですね。香織自身は今何か何も感じない。今全然オフなんだよね。オンにしてみて。今ちょっと時間かかりますが、いいですか。いいですよ。多いっていう声聞きたいな。いや、びっくりしましたね。俺、香織か原田さんが喋ってたんで、それだったのかなってちょっと思った。でも2回でしょ。あ、そうですね。最初は気のせいかなと思ったら、うん、2回目また遠くから語りかけるような。多いって。30メートルくらい。ああ。多いですね。結構近いね。はい。どっちだったんだろう。ちょっと分かん
構聞き間違いはないよね。静かだもんね。そうです。帰るしか泣いてないし、はい、取りやすいですね、うん、鳥かな。どう聞こえました？うん、そうですよね。そうですよね。向こうから、ね、歌ってるのかなっていうような女性の声のような鳥なのか。聞こえた？もう一回聞こえたら多分鳥かなんかだと思うけど。そうですね。うん、どうだった？なんかあ、聞こえないですか？こっちから。はいはい、そうですね。男の人がいる感じが、なんて言えばいいんだろう、すごい昔のなんか上半身が裸ですごいガリガリでお腹がポコって出てて、すごく小さい痩せ細った男の人がいるイメージが。 どこにいますか？こっち側ですね、感じたの。こんなそばに？と水に入って 4,5 メーターぐらいのところに感じますね。中なんだ、はい、本当に昔の時代の人っていう感じ。なんかもう栄養失調みたいな感じの体型で、そのお医師さんの何かと関係があるか全く分からない。さっき安倍さんの話だと、お腹に子供が入っ、そうだね、あ、でもそれじゃあ赤ちゃんだからね。うん、栄養失調の人みたいな体型っていう感じのイメージ、うんうん、すごく小さくて大きくなれなかったような感じの、うん、安倍さんにインカムでパスしてみて。安倍さん、はい、私たちがいる方の水に、うん、とこの柵から5メーターぐらいのところにすごい痩せた小さいお腹がポコって出た男の人のイメージがあるんですけど、何かわかります、何かわかりますかっていうか、何かありますかね。ちょうど自分も言おうとしてて、その湖のところに人立ってます。もしよかったらチェキで何枚か撮ってみてください。足さん、固定化してください。はい、了解しました。リンクしましたね。すごい集中したら、なんて、もうちょっと水辺を照らしてみてください。届かないか。そうですね、反射してる感じです。ああ、そうだね。マシーさん、体調大丈夫ですか？足とか痛くないですか？体調大丈夫ですか？うん、足とか大丈夫ですね。問題ないです。今、足の方の近所に人立ってます。はい、つくばってるような感じです。なので、もうまた声とか入るかもしれません。何とか入るかな。ちょうどいいね。ああ、じゃあこれ原田さん、はい、持っていただいて、はい、そしたら何か話しかけていただいて。話しかけましょうか。はい、お願いします。これ俺少し近づいてもいいですか？ある程度自分の視力もあるので。何メーターかですか？どなたかいらっしゃいますか？いらっしゃったら答えてください。ホラー。え、なんて言いました？ホラー。ホラー。
ホラーですか？何か私たちに伝えたいことありますか？何でも話してください。いたら返事してください。危険です。怒っています。もう少し真面目なトーンで聞いてください。結構怒ってます。もう少し真面目なトーンで聞いてくださいって。そうです、怒ってると。どなたかいらっしゃいますか？いらっしゃったら何か返事をください。少し移動してみますか？はい、こっちに。あ、こっちだと思います。あ、じゃあそっち行ってみようか。なんだろう、さっきホラーって言って、うん、ホラーって言ってこうなんか笑ったみたいなのが良くなかったんですかね。怒ってる。あ、はいって。怒ってるんですね。怒ってらっしゃいますか？はいって言った。すごい早かったですね、返事が。この辺がいい気がする。じゃあこの辺にしますか。こちらにいらっしゃいますか？ここを去る。あ、さっきも言ってましたよね、ダムで出て行けってことなんですかね。ここから離れた方がいいですか？ここにいてはダメですか？どうしたの？何か声を聞きたいんですが、声を聞かせていただけないでしょうか？私を得るために来る。え？私を得るために来る。どういう意味だろう？私を得る。撮影しに来る。みんなが。やめろ。やっぱり怒ってるって。みんながやっぱ情報として載ってるから。いたずらで私を取りに来るっていう意味なのか分かんないけど、そういうのをやめろって言ったようにも感じます ね。まああくまで危機なので、そうだ、ね、はい、信憑性っていうのは分かんないけど、ちょっとタイミングは良かったかなっていう。ここに来ない方がいいですか？来てほしくないですか？どなたがいらっしゃるんですか？男性ですか？女性ですか？反応はなくなったな。反応ない。ないですね。またちょっと場所を移動して。あ、しましょうか。ありがとうございます。もうちょっと先行きますか、じゃあ。いや、神社行きましょうか。はい、そこで終了します。はい、寒いですよね。タイミングが良すぎませんか、ちょっと。その返事が来る。そうですね、ちょっと、しかもその言葉の合わせ方も、これいくつかそういう心霊スポット用の言葉っていうのがインプットされてるわけじゃないですよね。じゃないですね、これはあくまでシリを辿ってるので、辞書全部を辿った中で選ばれた言葉っていう。なるほど。ってなると、さっきも一回わけわかんない言葉あったじゃないですか。あー、ちょっと待って。よっしゃ。え、何、後ろからついてきてる。え、びっくりした。何、後ろからついてきてます。後ろ注意してください。今後ろからついてきてますか？はい、ついてきてます。止まってみてます。俺がこっち行って、私が通りますか。これ持ちましょうか。はい、ありがとうございます。原田さん、もうちょっと後ろに送ってください。原田さん、もう少し後ろを見たいです。はい。OK ですか。もうちょっとあの欄干寄りにしてください。水辺が。じゃあ安倍さんのところに行って一回確認して、それから神社の検証に、はい、行きましょう。はい、
まあ、大げさに言いたくないですけど、うじゃうじゃいるっていうか、ポンポンポンいるんですよ。どなたかいらっしゃいますか？マーシーと言いますか？あ、やっぱいるわ。後ろにいます。もう一度お願いします。あ、殺す。後ろにいます。後ろにいる。女性の方いらっしゃいますか？いいえ。やっぱ男性の噂が強いので危なくなってきました。立ってください。ここからもう出た方がいいですか？出てください。神社から出てください。下がってください。俺ここ残る。ナーマク様、さあ、こいつナーマク様のバザラナー千玉からしたら座ってやる。